般社団法人全国二輪車用品連合会のブースでございます。皆様方には JMCA の認定ということで、ある程度ご認知いただいていると思いますが、法適合したマフラーを、一応認証して、それを皆様に提供するという、団体でございます。多くのマフラーメーカーさんが、入っておりますので、そちらの商品をこちらの方に展示させていただいております。今、最新の法律では平成22年の4月1日から新しい法規制になりまして、政府認証制度というのがスタートしました。こちらの方はですね、騒音規制の今までの近接排気騒音に加えまして、加速走行騒音の規制値が加わりました。そちらを全部クリアしているマフラーを今回はこちらの方に展示しております。代表的なところ31社の商品を展示しておりますので、この中から見ていただいて、どういった形で認証しているかというのを説明を聞いていただいて、理解していただいて購入されればと思います。最新の認証マフラーについてはですね、こういった形のステンレスのプレートがついています。で、頭についている JMCA というのがですね、JMCA 登録性能確認機関という、一応国交省に登録された機関によって認証されたマフラーという意味で、そこの認証番号がこの後に入っています。ですから、この番号がついてないものに関しては、今、公道で使用することはできないマフラーになっちゃいます。当然、それ以前の規制に関してはそれ以前の法的機構ですので、大丈夫なんですけど、2010年の4月1日以降に製造された車両、輸入された車両に関してはマフラーを交換するときはこういったプレートが一つの目安になると。ついてないものについては一切 NG になるか、もしくは個人でその性能を証明しなきゃいけないということになっておりますので、実際こういったものがついているものを選んでいただけると非常に有効かなと、